リカズヤは、日本の陸上競技選手。種目は、長距離走。群馬県立伊勢崎生命高等学校、順天堂大学スポーツ健康科学部出身。富士通陸上競技部所属。ソフトテニス部に所属していた。高校では2年生の2013年、インターハイの男子3000メートル SC で5位に入賞。1月の天皇坂月全国都道府県対抗男子。 駅伝競争大会では1区で12位という成績を残す。3年生の2014年5月の群馬県高校総体の3000メートル SC で当時高校歴代6位の記録で優勝。6月の日本陸上競技選手権大会の3000メートル SC で当時高校歴代4位の記録で7位に入賞。7月にアメリカの友人院で開かれた第15回世界ジュニア。 陸上競技選手権大会の 3000mSC 代表となり8分45秒66の記録で9位となった8月のインターハイ 3000mSC は8分53秒42で優勝2015年に順天堂大学に進学 3000mSC での記録向上を目指して順天堂大学を選択したという入学直後に自転車で 転倒負傷したり、7月に熱中症に罹患するアクシデントもあったが、日本陸上競技選手権大会の3000メートル SC で6位に入賞、10月の全日本大学駅伝対抗選手権大会では2区で4位となった。2016年1月の第92回東京箱根間、往復大学駅伝競争では1年生ながら2区に起用され、区間5位であった。 リオデジャネイロオリンピック代表選考会となった6月の第100回日本陸上競技選手権大会では3000メートル SC に8分36秒45の記録で2位に入賞したが、オリンピック参加標準記録は突破できず、6月27日の代表選手発表時点では選考に漏れた。7月7日に印在市で行われた 順天堂大学記録会 3000mSC にて8分31秒89の自己記録をマーク。オリンピック開幕直前の8月3日、他国の個人出場枠の選手が辞退したため、国際陸上競技連盟からのインビテーションにより 3000mSC の日本代表に選出された。オリンピック本番では8月15日の予選に出場したが、 8分40秒98の11位で敗退となった。2017年1月、第93回東京箱根間、往復大学駅伝競争で2年続けて2区に起用され、8人抜きの改装を披露した。4月1日、5000メートルトラックレースで自己ベストとともに、チーム記録となる13分33秒14のタイムをマークした。十一月十五日、 2017、八王子ロングディスタンス1万メートルにて、日本人学生歴代4位となる27分47秒87を記録した。2018年6月の第102回日本陸上競技選手権大会では3000メートル SC に、当時日本歴代8位となる8分29秒14の自己ベストで優勝。8月のジャカルタでのアジア競技大会。 3000メートル SC で銅メダルを獲得。終盤まで先頭でレースを引っ張る果敢な走りを見せたがメダルを取れたことは嬉しいけど、ラスト一周のところで順位を落としてしまったのは悔しい。とコメントしていた。9月の第87回日本インカレでは3000メートル SC で2015年大会からの4年連続優勝を達成した。10月13日。 第95回箱根駅伝予選会に出場、本年からハーフマラソンとなった同予選会で2位、日本人1位、順天堂大学の2位予選会通過に貢献、1時間1分22秒を記録し、自身のハーフマラソン記録を更新した。11月の第50回全日本大学駅伝対抗選手権大会では、 オープン参加の日本学連選抜を含め10人抜きで13位から4位と順位を9つも上げた。2019年の正月に行われた第95回東京箱根間往復大学駅伝競争では2年続けて2区に起用され19位でタスキをもらうと10人を抜き山本修二、梶谷か也、竜ライモイ、ヴィンセント、ワークナーでレセラ他校の協力ランナーを抑え 日本大学のパトリック・ワン・ブイに次ぐ、区間2位となる1時間6分45秒を記録。これは、2区の日本人最高記録保持者であり、大学の先輩でもある、ミシロ・ナオキの1時間6分46秒を上回る、ものであり、2年ぶりのシード権獲得に貢献した。2019年4月に、富士通に入社。第23回ドーハでのアジア陸上競技選手権、大会。 3000メートル SC にて8分32秒25でフィニッシュして、銅メダルを獲得。同大会での日本選手メダル獲得第1号となった。2021年4月10日、第29回、金栗記念選抜中、長距離熊本大会にて5000メートル自己ベストを更新する13分22秒80を記録した。趣味として、アニメゲームをたびたび上げており、特に、 ラブライブのファン、ラブライバーである。大学の3年先輩である稲田昌唯によると高校の時の遠征で触れたスクールアイドルフェスティバルがきっかけとのこと。現在はポケモンカードに熱中している。ありがとうございます。